アロダジャハドンクドーショーインです。今回ご紹介いたしますのがこちら、台山国籍ということで、前回は漢の時代の隷書の古典である曹全品についてご紹介いたしました。今回はその漢の時代より少し遡りまして、秦の時代の代表的な篆書の古典である台山国籍についてご紹介いたします。まずは篆書という書体について見ていきましょう。篆書とは漢字の5書体、楷書、行書、草書、隷書、篆書とございますけれども、この5書体の中で最も古い書体でございます。この篆書という書体の中にはいくつかジャンルがございまして、競技に篆書というと秦の時代の小篆とそれ以前の大篆に大別されるんですけれども、これは特に前回勉強した曹全品の時代漢代にはそのような2つのジャンルがこの篆書体を作っておりました。しかし宋代から青銅器の発掘が盛んに行われまして、その青銅器の中の銘文、今では特に金文と言いますが、そういった文字が見つかり、また近代の甲骨文の発見などから文字資料の豊富な現代では、甲骨文や金文などを含めた秦代以前の古文字を総称して篆書と言います。さて今回扱う台山国籍ですが、これは篆書の中でも小篆で書かれてあります。この小篆というのは秦の始皇帝の定めた公式な書体でございます。漢代には隷書が公式な書体として使われていると前回お話しいたしましたが、この秦の時代にはこの小篆体が公式な書体として用いられていたわけです。秦の始皇帝は天下を統一してから多くのものを統一しました。有名なものに度量衡や貨幣などありますが、春秋戦国時代に各地で発展した文字というのも統一したわけです。文字も方言のような形で、土地が違えば同じ文字なんだけれども違った形を使うということが春秋戦国時代であったわけですけれども、政治をする上でそれではいけませんから、秦の始皇帝は文字を小篆に統一したわけです。この小篆ですけれども、小さいという意味はございません。これは秦の時代よりも前の時代、その時使っていた文字を大篆と言いますが、その区別のために大小とつけているだけでございます。以前紹介した王羲之、彼の息子は王献子と言いますが、この義子献子のことを王羲之を大王、王献子を小王ということがあります。そういった古い新しいの違いで、これは大篆小篆というわけです。それでは小篆の主な特徴について見ていきましょう。まず一つ目に、字形は概ね縦長で、左右対称というのがあります。前回紹介した隷書では横長な扁平な形をしておりましたが、小篆はその真逆で縦長の形をしています。また隷書のように波拓はなく、全くの左右対称をしています。それから横画は水平で、縦画は垂直に書かれてあります。これは隷書の特徴と非常に似ています。それから画と画の間は等間隔に書かれてあります。これも隷書と同じと言えるでしょう。それから最後に、点接は丸く滑らかに曲げられています。これは隷書とは異なります。楷書ではガチッと当たって点接をして、隷書では一度一度筆を離して点接していたように思います。しかしこの篆書の点接というのは、針金をぐーっと曲げたような、そういった滑らかな点接をしています。続いて様式の特徴を見ていきましょう。まず一つに、起筆は造法、筆を逆から入れて穂先を隠して起筆します。そして送筆は中方で、穂先が真ん中を通るように送筆します。この2つは隷書と同じ様式であります。それから3つ目に、線の太さは均一であります。隷書の波拓のような装飾はなく、極めて無表情に書かれてあります。話は変わりますが、日本の箸というのは先っぽが少し細くなっている、そういった箸を使いますが、中国では頭からお尻まで全く太さの同じ棒切れのような箸を使います。そういった篆書の太さの均一な線と中国の太さの均一な箸、この2つの特徴から小篆、特に台山国籍のような書きぶりのものを玉貯篆と言います。玉で作った箸のようだからという意味です。またその他にも、縦長な字形で足を伸ばした形から長脚篆とも言われます。そしてこの小篆は秦の時代に成立した書体であることから秦篆とも言われます。このようにいくつもの呼び名のある小篆でありますけれども、最後に4つ目、収筆は止めてあります。隷書の収筆は少し抜くように書かれてありましたが、篆書では止めます。しかしこれは楷書の止めとは全く違う無表情な止めでありますから、この後臨書の時に見ていきましょう。そんな秦の時代の公式書体である篆書体ですが、今でも日野大学や臨書、ハンコの文字などに使われます。以前紹介した九星宮隷銑銘でありますけれども、九星宮の大学も篆書体で書かれてあります。続いて今回の題材である台山国籍について見ていきましょう。
タイ残国籍は紀元前219年秦の時代に作られたものであります。これは秦の始皇帝が天下統一の後視察を兼ねて各地を巡り7箇所に自らの徳を称えた記念碑を建てたんですけれども、そのうちの一つであります。今記念碑と言ったんですけれども、厳密にはこれは碑ではなくて国籍です。碑というのは旧正宮霊仙銘のように台座があってそれから大学があるような、そういった決められた様式を守ったものが碑と言われるんですけれども、この大山国石は自然石に掘られておりまして碑ということはできません。さてその7箇所に建てられた碑でありますけれども、大山国石、牢屋大国石、液山国石、地風国石、東関国石、結石国石、海景国石とこの7つがあります。しかしそのほとんどというのは失われておりまして、今ではこの大山国石と牢屋大国石のその残片しか見ることができません。液山国石などもその拓本を見ることはできるのですが、それは当時のものではなく後世の人が採刻したものであります。さてこの大山国石はもともとは紙面に223字彫られてあったんですけれども、落雷や火災などで砕けてしまい、今ある残片には10文字しか見ることができません。ではなぜ今我々が見て習うことができるかと言いますと、それは拓本が伝わっているからです。今我々の見ている拓というのは165字本と言いまして、宋の時代に劉基という人が大山に登って託したものであります。この165字本は明の安国という人が持っていたんですけれども、それが日本の中村不摂という人の手に渡って今も日本の台東区にある書道博物館に収蔵されてあります。拓を見てわかるように、宋の時代に165字見られた大山国石でありますけれども、今現存している10文字の残片というのがどのように発見されたかと言いますと、まずは宋の後明の時代の嘉靖年間に大山の山頂の藪の中から見つかった、その残片には29文字見ることができました。そしてそれは祠に安置されていたんですけれども、秦の建立5年に祠は焼けてしまってその残石は失われてしまいました。そしてその後嘉靖20年にその大山山頂にある玉女池というところで残石2石が発見され、今は山東省の西部にある大安市大廟の東御所に現存されてあります。というわけで今最も古い形で大山国石を見ることができるのは日本にある165字本のみなんですけれども、その165字本の末に、末というのは記録のようなものですけれども、拓を取った隆起は複数の拓を取ったと書かれているんです。もしかすると皆さんの家、おじいちゃんおばあちゃんの家なんか探してみたら、この165字本と全く同じ拓が出てくるかもしれません。そしたらきっとオークションに出せば一生遊んで暮らせるお金が手に入るんじゃないかなと思います。さてこの大山国石は李氏の書いたものと伝えられています。また李氏が商店を作ったと言われることもあるんですけれども、実はこの商店の成立する100年以上前、戦国の秦の時代にすでに同様の書体が見られることから、商店はこの時作られたものというよりも元々あった書体をブラッシュアップした、そういった書体と見るのが正しいでしょう。そのようにそれまでの篆書をさらに洗練したものでありまして、統一された字形と厳密な左右対称の構え、空間を正確に分割する点画配置など、文字の統一にあたって制定された厳格な公式書体の性格を有していると言えるでしょう。そしてこの大山国石はこのように洗練された書体でありますから、以後の歴史においても篆書の規範として尊重されたわけであります。それではこれで篆書、小篆と大山国石の説明は終わりとしまして、続いてこの大山国石、臨書、鑑賞していきましょう。一文字目はこう、起筆は逆筆で、一旦筆の進行方向と反対側から入筆し、ぐっと折り返すようにして起筆の形を作ります。送筆部は中方で、筆の穂先が線の真ん中を通るように心がけます。点接はぐっと針金を曲げるように滑らかに送筆します。この時線の太さが変わったり側筆にならないように気をつけなければなりません。また横画同士の間隔はほぼ同じになるように計算して書かなければなりません。また小篆の特徴である縦長の字形を作るために文字の下部は長く空間を広くとってあります。篆書には特に決められた書き順はありませんから、自分の書きやすいように自由に書かれて良いと思います。ここでは横画の等分間の取りやすいようにまず横画をはじめに書いています。また左右も対称になるように常に字の中心を考えながら書かなければなりません。二文字目は定、これもまた起筆は逆筆で、送筆部は中方になるように書きます。横画は楷書の癖で右上がりにならないように
水平を保って書かなければなりません。そして縦画はまっすぐ下に下ろします。焦点のルールである水平垂直を守って書きましょう。これもまた書き順に決まりはありませんが、まず最初に中心を取ってしまうと書きやすいように思います。長い縦画は大変難しいのですが、線が曲がらないようにぐっとじっくりこらえて書きます。左右の縦画はやや内側に反っていますが、あまり過剰に反らせすぎないように気をつけなければなりません。臨書する際にはどんな古典も詳細にその原本を観察することが大切です。そして小さなパーツもありますが、やはり横画の間隔は等分間になるように書かなければなりません。そして最後の中心の2画ですが、撫で型にならないようにぐっと横に十分張り出してから下に向かって送筆します。伝説では側筆にならないように気をつけなければなりません。3文字目は輪。伝説ではやや速度を落とし、筆の穂先が外に出ないその準備をしてから次の方向へ曲げます。左側は小さなパーツが多く続きますが、どれも間隔が同じになるように一つ一つの位置に注意しながら書き進めなければなりません。また一本一本の線どれも起筆は造法で作っています。小さなパーツの伝説も急がず焦らず一つ一つ丁寧に側筆にならないように書かなければなりません。また左右が対称になるようにどこで起筆しどこまで書き進めればいいのか確認しながら一つ一つ丁寧に書きます。ここまで見てお分かりかもしれませんが、篆書の筆法はさほど高度な技術を使っているわけではありません。とにかく一つ一つ丁寧にじっくりと一つ一つ淡々とこなすことが大切になります。転接の際に指で筆管を回転させて筆の一面のみで書く人がいますが、私はあれはおすすめしていません。筆の性能を十分に引き出して書きましょう。長い縦画も速度を変えないようにじっくりと運筆します。そして収筆で力を抜くことなくぐっと力を込めしっかりと止めてあります。縦画はおへそにしっかりと力を入れ、体幹をぶらさないようにぐーっと引き切ります。最後の文字は立。最初の2画は曲線で構成されておりますので、その回転の具合と角度に気をつけて書かなければなりません。左右でバランスが崩れやすいのですが、きちんと左右対称の字形になるように心がけます。そして真ん中の2画は最終的に空間が3等分になるようにその位置に気をつけて書きます。長い縦画は曲がってしまわないように十分に気合を入れて書きましょう。最後の横画は他の字の横画と水平になるように気をつけて書きます。起筆は造法で収筆はじっくりと止めます。というわけで今回は新代の篆書兆典の代表的な古典である大山国籍についてご紹介いたしました。きっと楷書からは遠くて何という文字か読むこともできないし、ちょっと退屈な様筆をしているように感じた方も多いのではないかなと思います。しかしあの秦の始皇帝の定めた公式書体ということで、その厳格さや洗練された印象というのは現代を生きる我々にも感じ取ることができるのではないかなと思います。さてこれまで楷書と行書とそれから隷書と篆書を見てまいりました。次回は5書体最後の一つである草書の古典、孫家庭という人の書いた書譜について見ていこうと思います。それではこれで終わりになりますが、大山国籍の拓本がおじいちゃんおばあちゃん家にないか探してみて、それからこのチャンネルのチャンネル登録と高評価どうぞよろしくお願いいたします。それでは次回の動画でお会いしましょう。使者が陰編ジェン。